じゃあ皮膚を伸ばしますか。やっぱ皮膚は緩くていいじゃないですか。緩くていいですね。はい、はい、いろんな遊びが出るじゃないですか。うん、で実際は確実に遠くなるじゃないですか。多分システマ行かれてる方はみんな皮膚が伸びるわけです。うん、伸びます。どうやって北川先生は皆さんの皮膚を伸ばしてるのかっていう。うん、引っ張ってるの。もう一回お願いします。引っ張ってるの皮膚を。うん、引っ張ってる。なるほど。うん、じゃあ僕ちょっと皮膚引っ張るんでやってほしいんですよ。やりますか。はい。じゃあ、はい、アンプレートになって、はい、で、まあ、ざっくり言うと、筋肉があって脂肪があって皮膚っていうレイヤーじゃないですか。はい、筋肉は、はい、で脂肪のところにほらリンパ液とか流れてるから、はい、そういうのが溜まっちゃって脂肪が固まってるっていうことはちょいちょいあるわけです。へえ。で老廃物とかね溜まってて、でそれと皮膚も同じようにそこにくっついちゃったりして、でその脂肪が筋肉とか関節に癒着して、それで筋肉の動きを妨げるっていうのが本質あるわけですね、はい、それを剥がす。ソフトなやり方からやるね。はい、ソフトなやり方どこからいきますか。じゃあこの辺、この辺、まあ、ソフトなやり方としては、要は単純に筋肉の上で脂肪を動かせばいいから、温めたりとかしながらこうやって動かして、うん、めっちゃソフトね、これ一応ソフトのもあるよ。あるよ。こうやって引っ張ってみたりとかして、はいはいはい、皮膚のストレッチ、はい、で引っかかってるところをなんかそうそうそうテイスティングしてるみたいな、そんなイメージですね、うん、でこういうところだから、北川先生もそれだけで痛いっす。これだけで痛いのが分かります。あ、そうでしょうか、はい、これでほらこれで皮膚というか脂肪を引っ張ってるから、はい、うん、でこれやられたら痛いんだなってのはもう、まあ食べるけどね。いや、そうです。まあ一応原理ですよ、はい、だからまあ特に女性がやっぱ筋肉少ないから老廃物溜まりやすいから、あと むくみやすいじゃない、はい、それでやっぱ固まりやすいっていうのは。なるほど、うん、でそれを今こうやって揺すって柔らかくしたところを、例えばお腹とか緩むんだったらこうやって、あいあいあい、ちょっと待ってください。今ので痛いです。今ので痛い。今どこまで使うんですか。今のは相当不健康だね。マジですか。今はお腹の、要はいわゆる腹肉ってやつですね。腹肉を軽くつまむ。痛い痛い、ちょっと待ってください。めっちゃ痛い。なんだこれ、ちょっと待って。軽くなんですか。軽く。めっちゃ痛いですけど、この辺だと痛くない。こんなもん痛くないです。痛くないでしょ。え、本当一緒っすか。痛い痛い、ちょっと待って。一緒に痛む。相当不健康ですね、うん、これどうしたらいいですか。ここだけなんですか。腹つかまる。いやいや、じゃあ腹。いや、自分でつかまると痛い。ちょっと同じぐらいでお願いします。同じぐらいでね、はい、この辺をこうやって。あ、福祉さん、大丈夫。人による。あれ、うん、汗かいてる人の方が、はい、やっぱ新陳代謝やってるから、はい、大丈夫だったでしょ。なるほど、はい、大丈夫ですよ。全然大丈夫。俺それで痛かったもん。俺はあんま痛くないな。これ気持ちいいっすよ、マジで。いや、これは痛くなかった、全然。脂肪ごとつまむって絶対痛いですよ。脂肪ごとつまむのは痛い。いや、痛いよ。脂肪いてるもん。俺赤いもん。力入ってますよ、首。力抜いてますよ。あ、そうね、失礼しょ、こうやって。あ、こうやって、ちょっと痛い。ちょっと固まってる。痛い。ここ痛っ。そうそこも痛いね。へぇ、うん、あ、これ痛い。あ、でも分かるよ。この辺は痛いわ、脇の下とか。そうこの肩の緊張とか、この辺を使うじゃない、はい、そういうのの力がこうやって溜まっちゃうから、ちょっとやってもらって。そう進んでて。いや、でもなんかお腹の感じだったら耐えれそうな。これをこうやって、あ、いけてるわ。あれじゃ殴られてるから言うの出ちゃう。ああ、確かに。いや、痛いですけど、うん、耐えれる痛さ。さっきのなんか大げさ。いや、俺めっちゃ痛いんだけど。あ、痛っ。なんか手できる。手だからすごいここ細くした。これちょっと別のレイヤーにやってみて。あ、でもなんか気持ちよかった。これだったらいいんですか。うん、これだったら伸びるわけですね。自分でもできるから。背面はどうやってやるんですか。背面はやり方、まあ、これはさすがに一人ではできないから。うん、背脂剥がしって自分でも言ってるんだけど、背脂剥がし、はい、こうやってね、背骨の上の方を持って、これで、あ、ちょっと静かにしてもらうと音がするかもしれない。え、止めてください。音はしない。
それによってはバキバキって言うこうやってね、つぼれの上の、なんだろうか、つぼれの上のこの肉を下から全然に剥がしていく。へぇ、うん、これやるとつぼれすごいリラックスするから、あのお友達同士でやるんで、お友達同士でやるで、これでこうやるんじゃない、でこうやってこうデッドリフトの時に、うわぁ、おこういう感じ。なんかこの引く皮膚をつまむっていいっすね、うん、いやなんかね自分でもそのリラックスしてる感じが分かる、やられた、はい、やられた後、そうそうそう、やっぱこれいいっすね、うん、だいろんなところこう、いやこんなにいいっすよね、そうそう、でこれもっと細かくつまめるようになれば、そう、例えばこういう感じの脂肪脂肪のそうじゃない、はい、もうちょっと浅いこの皮膚の痛くないですか、これこっちは大丈夫なんだね、全然大丈夫です、結構、ね、人によるここ全然痛くないです、うん、でも強めのやつですよね、そう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 、これ大丈夫です、あとね結構あの関節、はい、特にあの古傷あったりすると関節周りに癒着してるから、こうやって関節周りの方が詰まってるところっていうか、なんか皮膚の強さね、うん、この辺痛くないよ、へえ、剥がしてくる、全然大丈夫です、うん、でも引っ張られてる感覚が分かりますね、痛っ、技っすか、うん、痛ー、痛痛痛痛、そこ痛いや、うん、同じ通す、痛、同じ通す、同じ通す、まあ、全然違う、こういうとこあるの、痛痛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 スペシャルのやつをスペシャルのやつ、はい、はい、お願いしたいんですけど、うん、それはあのもういますんで、ちょっとなんかチャンネル登録者2万人近くなってきて、なんか偉くなってきたよね、お前あったでしょ、チャンネルどんで体張ってるの、じゃあ半径全然もらって、まあ、一番緊張がたまりやすいのって足の方だから、足の甲、足ちょっとじゃあ下から攻めていきますか、あとやってるとこ見たいですね、やってるとこ見たい、はい、結構足の方っていうのは上から下に老廃物溜まってきたりする、はいはいはい、結構塊なわけですよ、はい、でこのこういうアキレス腱、えっさ、いやいや、アキレス腱切れますって、切れない切れない、切るの切るの、痛い、マッサージマッサージマッサージ、これ見返るの、ここやるといいね、痛い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 、そんな痛いですか、そりゃそうだよな、アキレス腱ちょっとやってもらっていいですか、何そんな興味あんの、いやちょっと最近左の足のむくみがすごいです、あ、そう、はい、あ、じゃあいいかもしれない、ね、そこだけ、うん、そういうところね、あれか、最高のです、ありがとうございます、これからだよ、だいぶ楽になった、いや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 、だいぶ取れた、これよう人にやらそうとするね、うん、自分は食らわず、学んでるんだ、あ、やろう、そうですよね、うんうん、やられた方がね、はい、覚えるから、あれちょっと楽になった、もう、こうやって、こうやって、こういうアキレス腱のこっちの付着、あ、やべぇ、ちょっと凝りすぎじゃない、凝りすぎで、お、大げさだな、お、驚いてほしいと、で、ちょっと最後はあの、もうちょっと上のところを、じゃもうええって、下から順ながらね、もうちょっと上のところ、もうええやん、
なんでこんな痛いことはこれさせられない。ラストでお願いします。感じられない。ラストでね、こうね、こっちの膝を外に開いてもらって、こっち伸ばして。うわこうね。うわこれやばいんちゃう。もう触ろう。膝を。何をしようとしてるんですか。いや、あの暴れる時に俺蹴られちゃうと嫌だから。あ、なるほどなるほど。足を固定しながらやるんですよね。暴れる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 古川さんが暴れる風になっちゃうから。いや違う違う違う。そうすると俺が、ね、大変だ。怪我しちゃいますもんね。そうそうそう。どうして来るかっていうと、何をするんですか。大丈夫大丈夫大丈夫ちゃうんですか。こうだから、こういうことですよ。うわっ、やってみよう、やってみよう、やってみて。え、それ皮膚使ってんの、うん、え、そんな伸びんの。うん、伸びる。あかん、これはあかん、先生。え、知らん、でも、がんじがらやってる。これはあかん。もう自分で、こう触った時に、うん、それ分かるやろ、ここ痛いの。さっき、させられた時で分かる。分かるやろ。痛くないよ、ほら。いや、痛いっすって。これはあかんわ。これは、すいません、頑張るし、最後行こう。そうですね。行こう。そりゃそうやわ。これは行こう。ああ、これ行こう。止めて。はい。これは行こう。じゃあ、やりますか。じゃあ、仰向けで。結局やー自分のチャンスや。結局やー。普段、ね、SS で、S でやってんじゃない。ちゃんと足の最後に行って。痛い痛い痛い。いや、まだ一回しかやってないからね。ゴーは行こう。ゴーはね。いや、これ、ゴーは行こう。じゃあ自分がこうやるなら人にこうやれって言われへんすよ。そんな、まあ、僕らも食らって、じゃあ佐々木先生どうぞってやって、うん、じゃあ3ずついきましょう。これ5はマジで無理だわ。じゃあとりあえず3回やってください。3回ね。いやだって見ても同じよ。きついから。今休んだから0からっすよ。ダメだよ。3も無理。もう内出血ですよ。ちょっと30秒どれ。もう内出血してる、うん、これ不健康なんだよ。不健康だね。不健康なんだ。痛っ。不健康だね。こうして、こうして、せーの。ゆっくりやね。痛い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 。ありがとうございました。北川先生のチャンネルでも動画撮ってますので、ぜひそちらも飛んでいただければと思います。勉強になりましたね。ありがとうございました本当に、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さよなら。